僕の希望的週末予測。ねえ、聞いてよ。たまにはいいだろ。ほら、いつだって君は俺の言葉なんて聞いちゃいないんだから。でもさ、今日ぐらいは聞いてよ。え？理由なんてないよ。言っただろ？俺が君に聞いてもらいたいのさ。ああ、はいはい。俺はわがままですよ。そんなわがままな俺は99歳まで生きる予定なんです。ん？何その呆れた顔。まあまあ、ちょっと話を聞いてよ。99になった俺は、まあ普通に考えてヨボヨボで腰が曲がって白髪頭か薄くなってるか、歯もそういればで耳には補聴器、目だって老眼なしには君の顔すら見えないかも。仕事はとっくに退職して、今よりもっと少なくなった年金で細々と暮らして、息子夫婦の暮らす家に厄介になってから始めたゲートボールは、下手の横好きでさ。週2回はデイサービスなんかを利用したりしてね。趣味は散歩。息子夫婦が飼っている、ヨボヨボの老犬連れ立って、近所を徘徊して回って、いつまで経っても帰らない俺を心配した家族がおまわりさんと一緒に迎えに来たりしてさ。普通に地方老人の仲間入りをしてるんだろうよ。ああ、その家にはもちろん君もいるよ。君はもちろん99歳で、今より背だってさらに縮んで。ああ、悪気があったわけじゃないよ。でも老化って平均してそうだろ。ともかく、しわくちゃで白髪染めをやめた君の髪はパサパサの灰色。腰は曲がるし、口は悪いし、都合が悪くなるととぼけたふりして家族を困らせる嫌なおばあちゃん。あ、ごめんってば。そんなに怒らないでよ。家庭だって家庭。で、いつ頃からか俺と君の間には色ごとも掛けごとも他人という壁すらなくなって、顔を合わせても隣り合わせても会話がなくたって全く気にならなくって、まるでお互いが空気みたいな存在っていう、言い換えれば恋が冷めた関係が続いていた。ある日、俺が先に死ぬんだ。なんで笑うの？話はまだ終わってないよ。俺が死ぬのは多分病院のベッドの上で、死因は何かな？老衰が希望だけど、もしかしたら癌か、それとも風邪かも。ベッドの上で皮と骨になった俺の腕に点滴の管が通ってさ、家族が親戚に危篤の電話を入れたりして、ひっきりなしに誰かが出て行ってはまた入って、またどこかに行って。でもね、君だけはずっと俺のそばにいてくれるんだ。俺のベッドの横の背もたれのある椅子に腰掛けてさ、曲がった背中で俺の顔を覗き込んで、ずっと俺の名前を呼んでくれるんだよ。そんな君に気がついて俺が目を開けると、君はしわくちゃの顔をさらにしわくちゃにして泣くんだ。年寄りの泣き顔なんて綺麗なもんじゃないかもしれないけど、その時俺は全然気にしないと思うよ。きっと自分のことで頭はいっぱいだろうし、記憶だって曖昧で、最後にありがとうなんて気の利いた言葉すら浮かんでこずに、もしかしたらただ死にたくないって泣くかもしれないね。そしたら俺よりまだしっかりしている君はきっとこう言ってくれるんだ。死なないで。これが僕の希望的週末予測。ねえ、素敵な話だろ。あれ、なんで泣いてるの？困ったな。泣かせるつもりじゃなかったんだよ。ああ、
ほら、どうか泣き止んで。でもさ、気づいてる？これって俺なりのプロポーズなんだけど。ねえ、君は100歳まで生きてくれるんだよね。楽しみだな。俺はきっと普通で平凡で取り柄のない幸せな最後を迎えるんだ。他でもない。俺のために泣いてくれる君のそばでね。